I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. 皆様こんにちは、かほです。今回はですね、2年ぶりの海外旅行ということで、初めてのヨーロッパに行ってまいりました。少しずつではありますが、ヨーロッパ旅行の時の動画を皆様にもシェアしていけたらと思います。今回成田空港から渡航したんですけれども、このようにまだガラガラでした。この時は4月末の様子となっております。今回はエミレーツを利用し、ドバイを経由してまずはロンドンへ向かいます。このように中はとってもゴージャス、キラキラしてました。実は中東自体も初めてなので、エキゾチックな雰囲気でもうすでにワクワクでした。飛行機もですね、実は2年ぶりだったのでちょっと緊張しましたが、やっぱり飛行機の中から見る外の世界はもう格別でした。空の上から見る景色大好きです。ちなみになんですけれども、ドバイと日本の時差は5時間、日本と同じくサマータイムがありませんので年間を通して5時間の時差となります。日本の方がドバイよりも5時間進んでおります。着きました。あ、髪の毛もぐちゃぐちゃだ。ドバイコネクトで予約していただいたホテルは、コプソンみたいです。ちょっと先に荷物を下ろします。お、太陽が。じゃあせっかくなのでお部屋の案内もしたいと思います。ラフな格好なんで恥ずかしいんですけど、バスルームみたいですね。疲れていてカメラワークがガタガタとなってしまっており申し訳ございません。この通りバスタブはなかったんですけれども、清潔感のあるホテルでした。コプソンはだいたいどこも清潔感があるホテルだと思うので、このようにアメニティもしっかりと。お手洗いは同じ部屋にありました。なんとツインでした。ここは多分非常口で、セキュリティボックスと、クローゼットがこんな感じ。大きいですね。大きいキャリーでも家族でも使えそう。綺麗で、水もあって、風呂屋もあって、テレビもあって、こんな感じ。ここは冷蔵庫、よいしょ、何も入ってないですね。ひとしきり部屋のチェックが終わったところで、これから少し髪を取りたいと思いますと思いきや、実はあんまり眠れませんでした。一応横には慣れたので寝起きのストレッチをしております。時差ボケでしょうか、寝られなかったです。よいしょ、カーテンを開けてスイッチオン。暑いです。外なんかもうガラス越しからあったかさが伝わってきます。いいな、プールで遊んでる人がいる。あったかい国行きたいな。ヘアドライヤー忘れちゃった、行ってきます。ということで、シャトルバスに乗ってドバイ国際空港へ向かいたいと思います。こちらのシャトルバスはコプソンホテルから出ているものでして、1本で国際空港まで向かえるバスとなっております。もちろんホテルに向かう時も同じシャトルバスに乗ってまいりました。見てください。この建物と砂漠。この建物だけだと近未来感は伝わらないかもしれないんですけれども、もう本当に近未来砂漠リゾートというイメージがそのままの国でした。またできればゆっくり時間がある時に来てみたいです。
Ladies and gentlemen, as refueling is still in progress at the moment, please do not fasten your seatbelts while seated. Thank you.